さんで、ね、たくさん来ていただいております、ね、どこ見たらいいのかわからんかったね。たくさんね、あ、前の方ありがとうございます。後ろの方もですね、見えるように、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。綺麗なお姉さんがね、あの画面に映っておりますけれども、お姉さんに挨拶しておりますね。クマもそうじゃなくて、皆さんに挨拶はせなんかですよね、了解ですか。さあ皆さん、今日はですね、地下1階に熊本県は小国町から下にね、地下1階にそこのエスカレーターが入ってこない。あのね、正確にはそっちじゃなくてね、あっちか、この辺なんだよね、この辺。正確にはこの辺、この辺見上げて、おーってね、小国の人元気ですかーってね。ありがとうございます。で、あのエスカレーター下ってすぐのところにございます、小国町の美味しかもんですね、たくさん今日は持ってきているということで。あ、南小国ですね、大変失礼いたしました。南小国でございます。小国町って言っちゃった。熊本南小国だった、間違えた、小国町じゃなかった、南小国です。グビグビマチコさん、ね、南小国の方すいませんね。はい、南小国です。さようなら。さようならじゃないよ、まだ始まってね、1、2分しか経ったら、1、2分しか経ってないよということでですね、この後まずはですね、皆さんの前でくまモン体操を披露させていただいた後、皆さんと一緒に地下1階に行ってですね、南小国町の美味しいものをくまモンと一緒にお届けしていきたいと思います。お腹空いてきたね、くまモンね、想像しただけでお腹空いてきたろ。今日朝ごはん食べてきた、ちょっと食べてきた、ちょっと食べた、うん、お姉さん、何何、うん、いっぱい食べた、食べたかどうかって違う、何よ。あ、お国のね、南小国の、うん、美味しいモバね、お腹いっぱい食べたい、食べなせって、うん、ちょっと何番横にあった何番横で南小国のね、おいしかもんばね、なんかね、あのちょっといろいろとお買い得な価格で置いてあるそうなので、一緒に見に行きましょうね、後で。じゃあまずはちょっとくまモン体操披露していきたいと思います。皆さん、くまモン体操もちろん知ってますよね。はい、知ってますよね。はい、ありがとうございますね。ちょっとはいって言わせた感がありますけれどもあの、正直に見たことがないっていう方いらっしゃいますか。今日初めてっていう方、東方体操初めてですか。ありがとうございます。他に初めてっていう方いらっしゃいませんか。ドキドキしてきたね。はい、初めて。初めての方、あ、初めてですか、本当ですかで、他に初めての方いらっしゃらないですか。恥ずかしがらずに手を挙げてください。目立ちますよ、クマもしっかり見てますからね。後ろのね、お母さん、ありがとうございます。さあ、初めて見てくださるっていう方もね、来てますよ、クマもしっかり踊らなんですよね。じゃあですね、皆さんちょっとカメラをね、構えてらっしゃるので、あのくまモン体操の中で出てくるですね、可愛らしいポーズ、ちょっとくまモンに見せてもらおうかなと思います。あ、ちょそれも可愛いけどね、くも可愛いけれどもそれも可愛いけれどもね、あのくまモン体操始まって最初のところ、それからサビのところにも出てきます。お尻をプリント出してよかったっていうポーズ出てくるんですけれども、熊本に来てよかったとかですね、そういった意味で、ポーズがあるんですけれども、ちょっとくまモン、これはせっかく皆さんね、カメラ構えてくださってる件が、ちょっとお見せいたしましょうかね。じゃあ行きますよ、ここにいる方々にですね、お見せしたいと思います。せーの、よかったシャッターチャンスなので、お時間の関係もですね、今回はちょっとくまモン体操のレクチャーは割愛させていただくところなんですけれども、せめてですね、このよかったっていうポーズ、あのくまモン体操の中では一瞬で終わってしまうのでどうしても綺麗なお姉さん気になるね。どうしても気になる、タイが綺麗なお姉さんが映っとんなはずですよね。タイが気になるね、くまモン。どうですか、皆さん撮れましたかね、よかった、皆さんに会えてよかった、南小国のね、美味しいものに出会えてよかったという気持ちを込めてですね、披露させていただきました。
このくまモン大賞なんですけれども、くまモンのお仕事が熊本県の美味しい食べ物、素敵な景色、皆さんの身近にある小さなサプライズ、この3つをまとめて熊本サプライズと呼んでるんですが、これをお届けするんですよ。いや熊本、熊本サプライズはいつも伝えよるでしょ。じゃないよ、熊本。このくまモン体操の中にね、熊本サプライズがね、もうたーさんギュギュって詰まっとるね。そうで分かったるたいね。それはね、さすがくまモンの体操だけんね。皆さんもくまモンを見ながら真似できそうなところは一緒に真似していただければと思いますので、じゃもう早速くまモン体操は踊ってよかですか。じゃないか。準備体操する、せめてね、準備体操せんでよかですか。せんちゃよか、大丈夫。もうね、さすがです。もうね、くまモンはですね、こう見えてですね、機敏な動きができますので、それじゃあ早速今日始めてみるという方もですね、くまモンの、すごい可愛らしいポーズとか出てくるまで見ていただければと思います。しっかりと撮っとって俳優だそうです、皆さんね。カメラの充電とか大丈夫ですか。今からじゃあくまモン体操を披露したいと思います。それじゃあ行ってみましょう。くまモン体操ミュージックスタート。あれ最初はくまモン顔のポーズです。よきよきよき、よかった。1、2、1、2、熊本は